東口稲毛駅は、千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目にある、東日本旅客鉄道総武本線の駅である。運転系統としては、快速線を走行する横須賀、総武快速線、及び観光線を走行する中央、総武観光線の2系統が停車する。東口側千葉市都市計画マスタープランによる、重要地域拠点を有する稲毛区の中心駅である。 横須賀、総武快速線、中央、総武観光線の2路線が乗り入れている。近傍には、京成電鉄の京成稲毛駅が位置している。明治初期には、文人木閣に愛された、別荘地、保養地として、また、昭和初期には、軍教として、古くから栄えた町である。京成電鉄の京成稲毛駅方面に向かうと、 商店街が広がり、稲毛浅間神社の門前町が広がる。駅周辺には、千葉ステーションビルの駅ビルであるペリエ稲毛や、総合スーパーのイオン稲毛店のほか、居酒屋、レストランなどの飲食店、アミューズメント施設などが点在している。また、プラウドタワー稲毛、アイプレース稲毛、ウェリス稲毛などの大規模マンションが多く、千葉市内でも、人口密度が高い住宅街となっている。 明治時代頃には国道14号付近に海岸線があり、海水浴や潮干狩りの客で賑わうリゾート地であった。1888年、県内初の海水浴場が開かれ、同年、医学士の浜野登により、稲毛外気療養所が設立、多くの文人仏閣が小説執筆や西洋のため訪れていた。また、 神谷伝兵衛や愛新閣ら不潔ゆかりの地でもあり、国登録有形文化財の神谷伝兵衛の別荘、旧神谷伝兵衛稲毛別荘や不潔夫妻が、新婚生活を送った、和風別荘建築、千葉市ゆかりの家、稲毛が保存されている。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上の総武本線であり、運行系統としては、 快速線を走る横須賀、総武快速線、及び観光線を走る、中央、総武観光線の2系統が停車する。この他に、京成稲毛駅から徒歩で、約8分の場所に位置している。なお、千葉市は、過去に、千葉都市モノレールを、穴川駅から延伸させ、稲毛海岸駅に至る路線を計画しており、その際に、中間駅として、 都駅に乗り入れる計画が構想されていた。しかし、費用対効果が低いとして、2019年9月に、この計画は廃止となった。島式ホーム2面4線を有する公開機である。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。管理駅として新ケミ川駅を管理している。同線は、 千葉駅幕張車両センター間の回送線も兼ねており、暴走地区のみで運用される209系2000番台、2100番台の回送列車が当駅を頻繁に通過する。2020年度の1日平均乗車辞任は37,899人である。JR 東日本間内の駅では浅草橋駅に次いで第96位である。 ついたち平均乗車辞任の推移は、下記の通り。年度全体の乗車辞任を365で除してついたち平均乗車辞任を求めている。千葉市の条例により、駅周辺の多くが、路上喫煙禁止区域になっている。駅中商業施設として、ペリエイゲがあり、専用の改札口が併設されている。専用の改札口側にコムスクエア1。 コムスクエアに、中央改札口側の駅コンコース向かいに、フードスクエアが隣接している。稲毛駅、東口駅前広場穴川十字路、スポーツセンター方面や、スカイタウン、平和交通本社、ニレの木材方面へのバスが発着している。また、千葉内陸バスと東京空港交通の共同運行便である羽田空港稲毛駅、四街道地区の空港リムジンバスと、 京成バスと千葉内陸バスが運行する成田空港、稲毛駅、千葉港駅の空港リムジンバスも発着する。三浜区各方面へのバスが発着している。当駅から津田沼駅の距離は、総武快速線の中で最も、長い。駐車区出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。